クラッシュバンディク4最終回、多分、いや、おそらく最終回になるかなって思ってんだけど、その確率 50% です。なぜかというと、記憶のかけらのテープの残りをやっていくんだけど、どん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 難しくなっていってる感じがするんだ。で、残りね、7つあるんだよ。なんで今回で終わらせられるのか、それとももう一発かかるのかで、スキンもね、回収しました。ココちゃんの方、ココちゃんの折り紙っていうやつなんだけど、これココちゃん自身も折り紙になってるんだ。クラッシュの場合はさ、この甲冑だけあったよね。はいはいはい。そしてピエロ、なんでこれ派手だななんじゃこれ。まあいいや、じゃあピエロでいこっか。そう、最後のね、記憶のかけらのテープ残り7つ全部ね、ココちゃんステージっぽいんだよね。ってことで行ってみましょう。 N 人の天才的バウンド。猫じゃありません、バンディックです。はい、これは猫ではない、バンディック。そう、言ってやって。バンディック、バンディックには見えぬね。ちょっとめたいな。行ってみましょう。あ、出た、これか。ぴょんぴょんニトロ箱、オッケー。これがね、前回から急に出てきまして、もうこの後に及んで新要素、やっちゃった。あー、こうなるか。なるほどなるほど。じゃあつまりこれはどうしたらいいんだ、うまく当たらないように、こういうこと。むずすぎない、むずすぎるって。それは無理、無理だって。こういう感じか。うわ、やばい、あと1回しかできない。はい、オッケー、なんかいけた。でこっち側に行って、最初から難しすぎないかい。でこれで OK ね。でここもね、むずいんだよ。前回やったの、待てよ。あ、ダメだな、そっか、こうするしかないか。1、2、3、1、2、間違った。1、2、3、なんかいけた、すげえ。はい、うわ、はい、なんか成長する気がする。で、あそこの間に入るのも1、2、3、はい、ちょっと怖いんだけどね。で、もうすぐ行こう。1、2、3、よし、むずすぎないか、これ。どんどん難しくなってて、残り何本7つでしょ、これやばいな。で、ここ先に壊しとこう。で、移動だね、先見ないと。1、2、ちょっと待って、どういうことあれ、無理よね。これ使えるね。ジャンプ台に乗る前にスピンすると止まれるんだよ。で、ここはこうする。で、ここはこうする。危ねえ。まあ OK でしょう。そしてあと2回踏めるな。1、2、あー進んだ。ちょ待って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 、そこ何、1、あ、分かった。2、3、こうだ。1、やべ、それは違う、あーぶねー。よし、いいぞ。そして怖え、ここすら怖え。で、次ないんだ、初見殺しじゃない。結構下に普通に降りてんだよな。降りるのも怖い。1、2、いいんだよな、普通にな、壊してな。はいはい、いや、これコンプな、しんどいな。1、どうしようかな。こうして、その右なんだ。1、よかったのかな。いや、いいでしょう。1、2、3、うわー、なるほど、ここで右にそれるんだ。どうしよっかなー。あー、もうあそこチェックポイントある。あ、これ結構安全だな。これ毎回やってもいい気がする。待って、どうしよう。あ、わかった、これさ、別にここを残しておいてさ、先にこっちやっちゃうと。1、2、3、で、こっち逃げると。1、2、これでいいじゃん、これが安全だ。で、1、2、3で、あ、やっとチェックポイント。 OK、 もう序盤の方もやらなくていいんだね。そしてだから、あー、なるほど、こういうことだ。違う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 、はい、これでいいんだな。で、こっち行って上に行くと。ちょ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 、一回止まる。オッケー、今のいいよ。そして一回こっち逃げよう。で、こうしてもう一回戻ると。ん、ココちゃんなんかすげえ、今なんかさ、あ、こんなことできんの、え、知らなかった。壁にこうやってさ、スピンで入ったらちょっと遅くなる。何その小ネタ、知らなかったよ。1、2、で、もう一回踏む必要があるの。あれだ、踏んだ、オッケー。そしてなんだ、ここ壊しといて、はいはいはい、なんじゃそれ。そこの右のさ、
これの下にさあんのか足は。あると信じてとりあえずこっちから壊すしよ。壊してスピン。あ、あるね。オッケーオッケー。ってことでこっちに移動。あ、別にこれ壊すじゃないか。待って、別に。あぶね。オッケー。ニトロで最後ね壊せるから別に良かったんだけど、どうしよっかな。ちょっと一気に行こうか上まで。こうすりゃ安全じゃん。でストップ。で次はそこは絶対に壊さなきゃいけないから、こうやってこうするこうするこうする。うわー、なるほど。いや、スピンでもよくね。集中。こうこう、これだ。うわ、上行く。で、あー、どうすんだこれ。あ、でも、あー、まあ別に大丈夫か。普通に一個ずつ踏んでいけばいいだけじゃない。最終的にニトロは壊れるから、よいしょ、隣接しちゃったら大丈夫。なんだ、赤ん坊扱いか猫扱いか。で、ちゃんと考えよう。下のは絶対、あ、わかった。先にこれは壊すんだ。また前みたいにニトロに変えてから最後 TNT 起動、そして待つ。これ安全じゃんね。で、その後は一旦アンチあるから進んじゃっていいでしょ。めっちゃむずい。で、これは壊す壊す。あー、また同じようにか。また待って、とりあえずこれ起動、そして逃げる。逃げるしなかったか。いた、またアンチで、ニトロに変えて TNT 起動だ。そうだね。で、その後右に逃げよう。こうしてこうする。はい、これね。このテクニックすっげー大事だな。で、さあ壊れたでしょ。で、そっちに行って変えちゃうと。あ、待ってダメじゃね、ダメじゃね。だってここ入った。ダメじゃ、ダメじゃよな。逃げるけど、やっべやっべ。あー、さっきのやり方違うんだろうな。だからこうしてからこっち行く、で逃げて逃げる、でここやるでしょ。で、下入るんだよ。下入って1、あ、そっか、1回か。集中集中。まず逃げる、そして踏んで、待ってね。1個ずつ1回ジャンプね。で、 TNT 起動して、その後も下潜るんだな。これ引いて引いてよ。頑張ろう。うわん。ちなみにさ、これさ、上からさ、こうやっていけばさ、あそこにあるじゃん、ニトロスイッチ。これさ、考えたら、うまく考えたらさ、ズルできんじゃ、まあ、ズルじゃない、ズルじゃない。これはパズルゲーム、パズルゲームと考えて、いけんじゃないって。あ、いけるわ。何も難しいルートしなくていい。こうして、まず上だけやっちゃうと。上だけニトロに変えといて、一気にあっちに行くと。そして、起動すると、上側で消えました。で、最後にあのニトロ起動できないじゃんと思いきや、あそこに TNT あるからいけるんだよ。だから1個だけ使わせてもらって、ここ全部起動するとニトロに変えて TNT 起動、あとは逃げるだけ。これだよ。うん、171分171。 OK。 これはね、アクションゲームじゃない、パズルゲームだ。ずるいかな。いや、なんと言おうとパーフェクトはパーフェクト。 OK。 次、袋ネズミは袋のネズミ。そりゃそうだ。動物の仕組みは不思議ですよ。研究されてる。どうだろう、さっきより難しいかな。いきなりさっきよりさ、簡単になってってくれたりとかしないかな。そんな甘くないかな、やっぱり。で、これで OK ね。とりあえずここはね、全部 OK で、ここも全部 OK やな。壊しちゃう。なんだかんださっきのステージもね、30分ぐらいかかったんですよ。これさ、アクションブロックの前にこれだけ起動しといて、これも壊しとくか。で、こうすると、あー、なるほど。あ、まあ別に問題なかったか。支障はないね。まあ、順番はどっちでもいいから、とりあえずボックス壊して OK。 で、その後よ。その後なんだ。で、今回ぴょんぴょんニトロ箱姿ないね。ありがたい。で、上から壊そう、安全に。で、下
下に行くしょ。大丈夫かこれ。大丈夫かね。普通に行くよ。これ結構全然普通じゃん。あってここニトロ隣接だから大丈夫。ニトロ隣接は無視しよう。で、とりあえずこれだけ起動しといて、すげえギリじゃん。怖えよ。オッケーね。で、間抜け。間抜けって怖いくね。あそこ結局さ、ニトロ隣接してるからさ、全部壊そうと思わなくて別にいいんだ。ならいけるわ。だから、ああ、怖え。でも怖えな。怖え。まあ大丈夫でしょ。あれでオッケーね。なんだ今話すな。エンジンの方がずっと効率が良い。拙者のように取り替えるべき。全く聞けないからね、今話されても。オッケー。言ったな、今絶対に。よし。これで、次は。それ何出るんだろう。まあ、チェックをさし、踏んでみるか。うわ、ニートロか。あ、わかった。なるほどね。すぐ行くんだ。これ面白いじゃん。つまり、こうして、すぐ行くと。で、TNT 踏んで、これ踏んでいいのか？あ、違う、ダメだ。はい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 。なんか、ここで、何も、一気に行かなくても。あ、ダメか。やべ、今のうちだ。今のうちだ。で、ここで壊す。で、すぐ逃げると。こうですね。あぶね、てんや、てんやわいんや。うわ、怖っ。だけど、スライディングして、丸ボタンを押し続ければ、確か大丈夫なはず。オッケー。そして、壊す。あー、TNT だらけだな。まあ、無視してもいいと考えたらまだ楽なもんだよな。とりあえずこれ、上行けないか？行けないのか？なるほど、わかった。きついな。これ多分さ、この足元にある TNT は最後ニトロで壊れると思うんだよ。だから、気持ち的にはこっちを壊しに行く気持ちでやって、様子見るか、ちょっと。怖い。壊れたよね。壊れてる。OK。こういうこと。で、これ急ぐやつね。わかった。把握しました！急げ！あ、全然余裕だった。で、ここも急ぐパターンだなぁ。でも結局急がなくてもいいような気もしちゃうんだけどね。だからここは急いでおこう。ボックスは知らん。大丈夫でしょ。待って待って。おい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 よ。で、下に降りて。楽しいね、このステージは。さっきより結構簡単な気もするし。あ、終わったわ。あ、全然簡単だった今回は。はい、オッケー。210分210。よし、ここは簡単でした。よし、次のステージ、代わりを探そうかな。つまりココちゃん首ですか。始めていいぞ。あれ、ストーリーは代わりを探すんじゃないの。てかひでえ話だよな。クラッシュを拉致しといて、そのクラッシュが逃げ出したからって言って妹のココちゃんをまた拉致して、やってしまったな。いやでもこのステージは面白いんじゃない。つまりこういうことでしょ。こういう風にして、やべえ、逃したな。これきっとこの距離はね、多分届かないんだよ。なんかね、箱ね、3つ分はね、爆破でもね、いけるらしいんだけど、無理ね。だから、こうして、こうして、こういうことで、オッケー。これ全部取れてる。同じように、やっていくと。面白いけど、焦る。やめろ。待って、しゃべし。こうして、あそこは無視でいい。で、間に合うよな。間に合え。間に合った。ギリギリすぎる。で、逃げて、スタートする。また、新しく、スタートする。待って。やだ。あそこ、どうしようかね。これでいいんじゃないか。てか、別にそこは隣接してから別にいいんだ、あそこは。で、そこなーに、こうだ。こうして、そこは隣接してる。ここはもう隣接してた。で、ここだけはやんなきゃ。閉じ込められました。なるほどね、もっと早くか。そっか、あそこを無視していいんだったら結構簡単にいけてな。で、ここも無視でいいな、きっと届くべ。よし、あそこは絶対届くはず。チェック。はーい、オッケー。さあ次行こっか。急ぐね。行ってみよう。ここ上のは絶対壊す。こいつらは絶対必要だな。で、先にこれ壊してからの、待って、やること多いな。どういうこと。もっと早くか。こうして、いいね、いい速さ。で、先にこれ壊す。そこはいらない、大丈夫。急げ、急いで。うわー、オッケー。大幅カットして、こうして、
壊す、すぐ行く、よし、オッケー。帰るのは、リンゴ。もう選ぶのが面倒だな。替えを探してやがる。このココちゃんの身体能力を持ってしまダメか。こうする。わあ、なるほど。こうする。で、ここは壊す。で、この下のも壊す。で、逃げる。おい。はい。オッケー。で、もうまだ続く。うわあ、怖え。はい、急いで。急ぐんだよ。壊す。やべえ、ああ、いらないことした。よし。で、壊す。俺思ったけど、これさ、もうさ、上だけ壊して、一旦逃げてよくねえか。だって、あれ？あ、出た。ね、出るでしょ？で、最後普通に壊しに行けばよくない？こうするでしょ？で、残りが、これだよ。ここ怖い。よし！ね、これでいいんですよ。コンプリート。最高の結果だな。最高でしょ？でも解放して。いや、なんか最初のステージ難しかったけど、思ったよりいけるかもしれないな。さあ次、エクササイズの能力試験。箱をもっと用意したぞ。いらんって思ったけど、99個ボックス。意外と少ないじゃん。で、ぴょんぴょんニドロ箱の気配はなし。ありがたい。俺、それだけは本当に嫌なんだ。で、こっち行って、こうすんのかな？上に行きたいんだ。で、これ壊してすぐこっちか。で、もうそれはもう無視して、いや、いいんだ、いい、絶対、うん、なんか喋ってたな。一旦逃げて、これでいいじゃん、別に。そして、なんか話しかけてくるんで、ちょっと聞かなきゃな。1、2、3、4、5の、はい、いいのか。で、TNT。その後どうしようかな。まあ、行くしかないんですけども、こっち行って、壊す。で、TNT がいっぱいある。あ、これ急ぐ、これ急ぐやつだ。でも、ここでいいじゃん。で、次は？はい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 。あれ結構簡単かもしんない。で、まあ、普通に行きまして、急げーって感じ？でも、ここは別にすごい必要ないけども、あれ？もうここ、危ねー！今のところ大丈夫だよね。よし。あれ、なんか話しかけてくるはずなんだけどな。黙っちゃったな。まあ、先へ行ってみよう。これはつまり TNT を先に起動だな。あれ、アクションボックス先に押した方がいいのかな？押してみるか。何が出るのか。TNT か。じゃあ押していくか。そこは、うん、干渉しなくて、ここを押してから逃げると。うんうん。そしてこれは壊せるね。全然簡単じゃない？最初のステージの難しさ何なんあれじゃん。で、こっち行って、普通に壊す。その後。上に、やっべ、これ壊しちゃダメじゃない？そうだわ、きっと。わあ、これ逃したな。逃した。なるほど。これはやり直そう。これ難しいけど、で、OK だ。で、これ壊すと、はい、OK。 待って、あ、なるほど、これは任せるんだ。頼むわ。で、ここも任せていいんだな。 TNT に任せて、私はあちらの方に移動と。行きましょう。わお、なんじゃ。え、どうしよう。いや、普通にこれ上からのが普通に安全でいいんじゃない？そこだけ残しといて、あと全部壊す。まあ、ジャンプで普通に届く高さだよな。うん。その後あんだ。どうしよう。はい、オッケーね。その後は逃したな、これ。あ、いや、だけど、一個穴開いてるけど、これ無理だよ。で、TNT もあんだ。そして、あ、もう終わるんだ。早っ。全然簡単じゃん。だけど、それなんだ？とりあえず、これ起動してみて、ん？あと一個だもんね。これなんだよ。なるほど。うまくさ、あの、ハテナブロックの上に乗れないか。乗れないな。え、でも一気に行くんだ。まず右に。やーぶね。オッケー。あ、もうクリアじゃん。これで、あとはもう普通に TNT? はい、起動して、逃げろーい。
最後。よし、簡単でした。うん、10分もかかってない。ここにふさわしい服を選ぶのに時間がかかったが、わしにしては上出来だ。服？あ、そういう話をしたんだ。なんかコルテックスがさ、クラッシュとココちゃんに愛着湧いてきてんじゃない？そして次、テストチェック。テストのチェック、どういうこと？ここはテクノロジーに興味を持っているようで、ただのゲーム中毒なのかもしれぬどうなんだろうね、ココちゃんっていつもさ、そのノートパソコンで何してんだろうね。ていうかこれ何、どういうこと？これはこっちで一旦逃げると。で、なんかいっぱい出てきた。これはこれでよくって、軌道を壊していくと。はい、はい、いいんですね、これでね、問題ないんですね。待って待って待って、あー、 TNT か。そうね、まあ TNT の上で待機やな。はい、で待機してギリギリで避ければいいだけ。そして次が同じようにやっていくだけかな。あと残り3ステージなんだけど、意外と簡単なんじゃないのかな。待って、なんだそれ。一旦避ける。そこに、はい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 、普通に押していいのかな。ちょっと上なんもない。あったわ、あったあったあった。ってことで、なんとか上に行きたい。上に行かせてくれ。行ったな。で、また大丈夫だよね。はい、壊して壊して、この上に乗ると。あ、一個だけあるな、そこに。まあ、とりあえずこれでいいっしょ。ああ、まあ大丈夫だよね。で、壊して、ん？で、そうそうそう、コルテックスがね、だんだんね、その実験体にね、愛情が湧いてきてるような気もするんだよ。で、押して、これは TNT があそこにあるね。だ、それを壊しに行けばいいだけと。起動。で、もう一回逃げるだけ。そしたらアクションブロック起動されて、急ぐやつかな、これ。タイミング見るんじゃね？わかった。3、2、1。ここだ！うーん、早っ！結構早いってのがわかった。2、1。はい！で、OK！ チェックポイント！簡単ですよ。もしや、機械やコンピューターについて教えてやれるかもしれない。NG もなんだかココちゃんに興味津々ですね。そしてこっち。てかクラッシュどこ行った？え？これは？ああ。まああそこはに、この左の TNT はニトロ起爆すれば最終的に大丈夫だから。どうしよう。絶対ジャンプ台踏んじゃいけないし。あ、もうこれ多分すぐ行くもんだったんじゃない？とりあえずこれはこうして行けたわ。オッケー。で。で、あー、そっか、起動しなきゃ結局ダメか。ダメだ。はい、 TNT 起動した。ギリギリで避けよう。あー、危ねえ。これでもいいのかな。あー、そう、熱いんだけどね、実際ね。で、上に行くと、すげえジャンプ台。このジャンプ台だけなんかすげえパワーあるな。そしてこれは壊そう。で、アクションブロックを押したら何が出るのかしら。うわ、このファイヤーすげえなんだよな。なるほど、ファイヤー壊しとこう。で、上のタイミングも見って、待って待って、あべ、今もうこれ行かなきゃダメだ、行かなきゃダメでした。やべやべ、押しちゃった押しちゃった、逃げろ。で、あ、もういいんじゃない、別にこれでも大丈夫そうだ、問題なし。結果オーライ。で、 TNT の起動、ちょっと待ってね。これは逃げるか。逃げて、こうアンチ。あー、速攻速攻、ひでーなー。なるほど、先にだ、先に下の壊しとく。それから戻って、ここだ、これで OK ね。で、逃げるだけ。はい、で、ここアンチ乗る。怖っ。保険としてあのブロックは1個置かせといてもらって、上に乗って、ごめん、うわー、なるほど、保険なくなっちゃった。ギリギリだな。はい、OK！ で、起動して、もう押しちゃった。これ良くなかったかもしれない。逃げろー！
うわぁ、ボックスだけ、普通のボックスだけ踏んでこうかと思ったけど、やっちゃって、でも、いけるべ、いけるべ、うん、あ、いったわ、コンプリートです。よし、意外といけてんな。10分ぐらいだったかな、あと2ステージ。よし、ゴールが見えてきましたよ。回復力テスト、そんなものテストしないでくれ。箱をもっと用意したぞ。でも130個でしょ。ほうほうほう、これはこれでいいのかな。あぶねー。で、普通に進めていこうか。あと2ステージ、なんだこれ。え、だけど無視でいいんじゃないか、別に。怖え。あ、違った、あー、お逃したな。もう行ってよかったな。だけど、そっかそっか、アクションブロックの起動タイミングと合わさなきゃいけないんだ。なるほどね、そういう感じ。注目して見るべきは一番下の TNT だ。ここだ。で、出るのは TNT。 焦らず、こうする。うわー、きつ。おー、なんかいけた。わーい、死ぬ、絶対死ぬそれは。で、一旦逃げるだけで OK。 え、あ、そういうこと。なるほど、時間制限あるアクションブロックだ。だからこうして、あー、なるほど、こういう感じだ。こうして、オッケーオッケー、タイミング見て乗るで行くと。で、ここも同じように。わかった、こうだ。おお、ギリギリでしょ。わお、はこういうことね。めっちゃ面白いじゃん。はい、タイミング見て321のここ。おし、オッケーで、すぐ逃げるってことですね。なんじゃ、どうしたらいい。とりあえずあれだけ壊しに行く、押してみるか。あれ、何も出ない。もう順番めちゃくちゃ。どういうことで、一旦戻らされるってこともあるのね。戻って、うわー、タイミングこれやばいな。さあ、戻ってきました。結局ここ何だったんだ、出ないし。とりあえずここはタイミングどこだ、ここら辺か。あー、よかった、行きましたね。そして、うわー、難しいし、普通に。よし、勢いで行くか。うわ、いったけど、あぶんね。ちょっと待って、この怖いやつ先に壊しといたっち行こう。で、押して押して戻ります。あ、そっか、危ねえ危ねえ、危なかった。ここ危ないか、いや、いける。押して、あー、危ねえ、よいしょ、いけたー。で、ここ壊しとくか。次なんだ、どうすんだ。で、待って、ここもなんか出るんだ。あ、それは右のアクションブロックか。あと上のもあったんだよな。ジャンプであるからもう一回戻んのか。とりあえず上に乗る。で、1、なるほど、分かった、こういうことか。だけど、今回はいけるかもしれないっていうのが、ここに1回乗った、それ残しといたんですよ。で、そこをうまく壊して戻れた。よし、 OK、 これでいいんだよ。めっちゃむずかったけど、はいはい。そして次は、あー、なんじゃあれ、あれひでえな。こっち移動しといて、上から壊せばよくない、安全に。右にもアンチあるし。だから、ここを壊しておいて、ここ普通に壊すじゃん。で、下もとりあえず壊しちゃって OK で、一旦逃げると。逃げる、で、安全の時に壊しに行けばよくね。それでいいんで OK、 チェックポイント。さあ、これで半分、もう30分以上経ってます。なんだこれ。なるほど、跳ねるのか、こうやって。うん、むずくね。あ、いた、なんだよ、どう違ったんだよ。で、これ壊しちゃっていいよね、上の、これは。で、ここ壊す、あぶねえ。トロフィー、アニマル実験なんてナンセンス。タイムトラベル、なんか悪口言ってる。で、なんだ、なんか順番あんのか。もう TNT ちょっと迂闊に起動したくねえんだけど。あと、ここになんか出るじゃん。で、そこのアクションブロックを、あ、組み合んな。あー、はい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 。え、あー、違う、多分これ起動しちゃダメだな。だって上になんかあるもんね、アクションブロックで出るものがあって。
それを壊すための TNT だったんだよ。で、このジャンプ台を壊すには TNT を起動させなきゃいけないと。これで届くのか？届きそうだな。まあ、今回無理だからちょっと一旦下見ね。で、ここ無理じゃん。だけど、なるほど。時間制限のアクションブロックがあるから。すげえ！ああ、なんとなく分かってきたよ。この上のやつは一旦放置しといて、先にね、そこ、ここ、しゃがみっぱ。で、どうすんのこれ。ああ、なるほど、分かった。上の方が先に消えるんだ。ジャンプするんだ。うわー怖え。で、すぐジャンプ、オッケー、今回いけた。そこのファイヤーが出るタイミングが読めないって。で、どういうこと？アクションブロック起動したいんだよね、先にきっと。だから先にこれは壊しといて。なるほど。開いただけ。で、すぐ逃げて。なんだ、どうすんだ、どうすんだ今のは聞いたな。あー、なるほど。どういうことか大体分かったよ。さっきの要領だよ。つまりこうして、こっち行くじゃん。で、2、1、ここら辺で壊すと。で、すぐ逃げるってことじゃない？で、アクションブロック押しましたけども何か。あー、なるほど。今はね、こっちに戻ってこないで、左に行かなくちゃダメじゃない？あ、出てる。そうだわ。上にほら、出てんじゃん。押して、左に逃げる。危なかった。スライディングにならなかったけど。で、先に上のを処理すると。そう、これだ。これが正解ね。で、一回逃げましょう。でから、ジャンプ台とコンティティ壊すために左に行って、あー、こう、うわ、最悪だ。さあ、オッケー、起動して、これでもう左に逃げよう。で、オッケーだね。これで上のは壊れたはずで、で、このジャンプ台壊すために TNT を起動して、どこに逃げよう。ここに逃げる。うわ。で、多分オッケーだと思うんだ。で、戻るの同じようにこっちで、うっ、あー、怖え。チェックし、なんもないね。よし、やっと進んだ。で、なんだそれ、どうすんだ。ジャンプ台ならん、ここは簡単じゃない。つまりこうして、うわー、なるほど。ヒップドロップするときにちょっと浮いちゃうんだよ。いけた。で、うわー、ファイヤーか。ファイヤーボックスはタイミング取りづらいんだ。あ、待って、奥のやつ、あれは届くのかな。最後ぴょんぴょんニトロ箱ニトロにして最後起爆すれば届くのか。爆風がね、回ってみるか。どこだ、ここら辺か、それっぽい。そして一旦待つ。待って、上にもなんかあるぞ。あー、ぴょんぴょんニトロ箱を最後のチャンスの時に一気に上にジャンプして TNT 起動して右にガーッと行っちゃえってことか。どういうことかよくわからない人はちょっと見てて。こういうこと。よし、で、すぐ行くと。ここで逃さず、わーお、行ったような、来てまうで一発で行くのすごくね。これで逃しなければね、ニトロ。はい、上に行く。で、すぐ行くと、はい、ここでオッケーで逃げると。逃げ切れたね。今結構運に近くない？で、ここ次よ。落ち着いていこっか。ひでえな。なんだこれ。今じゃない、消える瞬間ぐらいがきっといいでしょ。だから出た。で、ここら辺、うわー、あんまりかな。最悪だわ。さあ、もう一度チャンスがやってきました。もうこういうのはもうすぐ行った方がいいんじゃないか。あ、待って、ここでタイミング見ればいいだよかっただけの話じゃないか。よし、コンプリートできてる。やっと終わった。1時間以上かかったね。で、次さらに難しいのがあるのか。よし、それでは最後のステージいきましょう。厳しい試練、もう十分厳しかった。おかしいぞ、この実験部屋のことを覚えておらんとは。
え、なに、どういうこと、どういうストーリー。さあこのステージ、クラッシュバンディック4、私の実況では最後のステージになる予定でございます。なんだこれ。あー、タイミング見る系、タイミング見る系かな。え、どういうこと。ん、え、よくわかんないけど、とりあえずできてんのかこれ。できてたっぽいな。つまりどういうこと、一旦こうやって逃げていいのかな。あぶね。で、こう TNT 起動する。で、その後にもう一回戻ってくるよね。もう一回戻ってきて起動で、もう一回ジャンプ台使って上に行く。で、これは多分また一回壊れる、うん、でもこれ別にさ、ニトロ隣接してるから無理しなくてもいいんだけどね。で、なんだこれ。ちょっと待って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 、どういう視点ですかカメラさん。うわお、押して下にもう降りちゃっていいよ。降りてで上に登っていきたいんだけど、ちょっと待ってね。はい、これでいいね。で、これはさ、待って待って、上からでいいと思うんだよね。だからこっから上登っちゃっていいよね。さあその後ですよ。その後は TNT 起動して、その後右行って壊しまくるって感じかな。壊しまくる、いいね。で、はいはい、待って、あそこ怖え、待って待って、なんだこれ。え、どうした。あ、一旦逃げるか。逃げる、なるほど。それで逃げて、待って待って、入れるここ。逃げる、それとも、いや逃げよう。で、入れるか。入れた、意外といけるもんだな。じゃあこれでよくって、これ押していいのかな。ここには超極秘の研究脱出ハッチがあるではないか。え、なんだ、何用だ。で、ここ壊す、いけた。で、上なんもないね。うん、なさそう。で、この壁の奥の、それはどうやって壊すんだ。後でか。とりあえず多分ね、最初じゃ分かんないと思うんだよ。TNT 起動する方がいいのか。待って待って、あ、これで壊すんだ。あ、これで全部誘爆するんじゃない。やべやべやべ、待って待って、なんかいけてんのかこれ。いけてるっぽいぞ。逃してないよね、素晴らしい。なんか分かんないけどできました。で、まず一旦起動しちゃって戻ろっか、様子見だ。なんだ、あーひでー、それひでー。あ、だけど別に1個、最終的にニトロ壊せば回収できるはずだから別にいいや。え、もうチェックポイント、ありがとうございます。いいんですか、早くね。壊しちゃって全部壊すでしょ、いいのかな。いいよね別にね。で、そこは前や前回のステージかでやった感じで、こうやって壊して、ここをこうすると、で左に出てきた、戻るだけ。うん、あれ、なんか全然簡単かもしんない、厳しくないよ全然。これもさ、安全にさやって戻ればいいだけでしょ。さっきのステージが絶対難かった。で、ここはなんだ、それ何。うわー、なるほど。あ、だけどセットか、2セットって感じ。いや待って、ちょっと待って、こういう感じでいいのか。いけてる。で、待って、これ嫌な予感する、先に壊そう。待って、違う、ダメ、あー、ほら、行ったそばから戻ってきました。で、先にこのファイヤー壊す、そしてここやる。これひどいね、初見殺しで。上にね、ボックスがあるのがね、さっき見えたんだよこれね。ってことで、やべえ、落ち着いて、多分これ OK。 おー、危なかった。なんか、あ、待って、それ、ぴょんぴょんニトロボックスだった。ジャンプ台で木箱に乗るんだ。だからここはできるだけ壊さないようにして、でもこれだけ壊しとくか。待って、こうだ、よし、こういうこと、はい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 、すっきりしました。で、壊せるとニトロに変わっちゃってる。そっか、なるほど、回数は限られてんのか。こうだ、これ届くか、届いた、なるほど、こういう感じね。あ、もう何回やったか分かんなくなっちゃったな。そして次は、上壊しつつって感じか。 OK、
簡単なもんだぜ。やっと進んだ。危ない、危ねえ。で、なんだこれ、ここだけか。うわ、めっちゃむずくね。あれ、でもこれ普通にスピンで、ああ、なんだ、普通のスピンでいいんじゃん。で、逃げる。え、あー、ひでえ。あー、なるほど。先にか、なんか話したけども、なんでもいいです。なあ、そうあったんだ。ちょっと待って。初見殺し、ひどいな。最後のステージ。見てみるか。これは上のあれ壊すには、上に登らなきゃいけないと。はははは。なるほど。ひでえな。そこにジャンプ台あって、起爆して、すぐこっちに行って、はいはい、ニトロが出る前に使うんだ。ジャンプ台をね。上のジャンプ台が邪魔なんじゃないこれ。怖っ。あー、壊した。で、こうするじゃん。で、こっち行くと。で、はい、壊す。オッケーオッケーオッケー。こういうことだね。で、TNT 踏んで、いいタイミング。3、2、1。ここら辺。よし、オッケー、いった。完璧じゃん。待ってね。先に、あー、別にいいんだけど、まあ、やっとくか。気持ちよく。で、ここ壊す。よし。はい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 。TNT 起動してすぐ行くのかな。行ってみよう。行ってみよう。あっ、オッケーオッケー、簡単。あー、終わった。しかもコンプリートオッケー。よし。もう一つあった。あー、どんぐらいかかったんだろう。よし、これで、記憶のかけらのテープ、すべて、コンプリート。はい、ご覧ください。記憶のかけらのテープ、すべて、コンプリート。出しました。素晴らしい。これによって出てくるスキンもね、あるんですよ。ココちゃんのこれ、将軍。かっこいい。眼帯。戦士の傷なのかな。で、はい、クラッシュの将軍マルト。あ、いいね。まあね、鬼畜な訓練をね、クリアしたってことなんだろうね。ってことで、はい、クラッシュバンディクー4、私の実況で目標にしたことは全て終わりました。はい、ということで、こちらが動画22本やってきました。私の記録、84%。まあ、白ダイヤは全部ゲットできなかったんだけども、カラーダイヤはね、コメントの皆さんのヒントももらいまして全部取れましたと。で、タイムアタックは38分の38。一応全ステージできたんだよね。ゴールド30個にプラチナ1個。で、ぶっ飛びパーフェクトは動画にはしてないんだけども裏作業で取っちゃいましたと。で、記憶のかけらのテープ。もうこれ満足。もうコンプリートすべて。全ステージコンプリートできたのはね、でかいわ。で、ギャラリーってのもあるんだよね。達成したものによってこうやってご褒美がもらえると。で、キャラクターギャラリーとかもね、かわいいよね、これ。イラスト調でね。こういうのも見れたり、ココちゃんめっちゃかわいいな。いい顔してる。で、コルテックス悪い顔してんな。まあ、こういうのもね、見れるんだよね。リンコちゃんもいたりして、このタオルはなんかクールだよな。まあ、元からクールではあるけども。って感じで、あとはワールドの、はい、イラストもね、見れたりするんだよね。はい。そんな感じだね。で、これは最後のムービーだね。じゃあ、これ見て終わろっかな。はい。いやー、ほんと。クラッシュバンディクー4、今までワン、ツー、スリーやった中では、やっぱりね、一番難しかったね。ドキチクとまではいかないんだけど、まあ、だけど、白ダイヤも全部取って、で、ぶっ飛びパーフェクト。あれも全部取ろうと思ったら、それはもう超鬼畜、ド鬼畜と言っていいゲームだと思う。まあ、俺がやった範囲では、鬼畜とまだ言わないのかな。いい高難易度ゲーム、激ムズゲームぐらいだったね。いや、楽しかったわ。もう今年2020年は、クラッシュバンディク3、2、1ってやって、この4が出るなんて情報一切知らずに始めてたからさ、なんか運命的なものを感じてんだよね。で、まさかその実況を見てくださってメーカー様がね、この4を先行プレイからさせてもらえたなんて、これもう実況者名義に尽きる、そんな1年になったと思います。いや、これパート1の時にも言ったと思うんだけどさ、もう単純に子供の時から好きだったゲームを実況させてもらって、それをメーカー様に見てもらえて、そして最新作をやらせてもらえるんだけど、こんなことないよ。
で、やっぱりこれはね、メーカー様にやらせてもらったから言うんじゃないんだけど、このクラッシュバンディック4はね、歴代最高傑作だと思う。最初の時はね、先行プレイだった時は、ワン、ツー、スリーのリマスターと操作感が変わってて、結構苦戦したんだけど、でもやってるうちにそんなのね、もうすぐ慣れたわ。歴代クラッシュの要素も引き継ぎつつ、新しいマスク4つ、あれのパワーも借りて、アクションのね、幅も広がってて、あとね、結構面白かったのはやっぱりスキンだね。まあ、全部集めきれなかったんだけど、あれでね、飽きないわ。毎回新鮮な感じでプレイできるのは素晴らしいと思う。あと、アベコベモード。あれもすごいよね。で、やっぱりさ、当時クラッシュバンディクをやってた子供ってのはさ、今、大人になってるわけじゃん。まあ、今の俺のように。で、その大人も楽しめる。すげえいい難易度だと思うし、で、子供もやり込もうと思わなければ、普通に、この最後のムービーも見れるぐらいの難易度だと思うんだよ。もうやらしいぐらい褒めちゃう。はい、ということでクラッシュバンディク3、2、1とシリーズやってきまして、4も、動画22本すべて見ていただいた皆様本当にありがとうございました。そして先行プレイからやらせてくださった、メーカーのアクティビジョン様本当にありがとうございました。ではまた別の実況シリーズで。ご視聴ありがとうございました。